下克上なるか。やっぱ昔ユキコが弱いと呼ばれていたの頃にを知ってるだけにあって、まあ、ちょっと頑張ってほしいところもまあありますが、この辺の市場を挟まずにでは見ていきたいと思います。ユキコユキコ、やはりペルソナのまず削り合いから始まるような試合展開。そして先に攻めの一手を見つけていく感じになるのか。まず攻めているのは、扇さんのユキコですね。画面端捕まえて先に覚醒バースト。さあ攻めを入れ替えた形、これは全然逆転できるんじゃないか。捕まえでアギタインからの炎のゲージを固めていく、溜めていく。さあ覚醒すると防御力が上がりますし、攻撃力も覚醒必殺技できるんでね、いくらでも逆転のチャンスはあります。お互い覚醒して前半の有利もなかったように切り返していく。決まった。さあ巻き返して、まず、銀切符天保、決勝優勝に王手をかけたのはホーチャーさんのユキコ。さあ丁寧な立ち回りきっちりしている。そうですね、これ先ほどから、上からかぶせてくるペルソナに対して逆切れでペルソナを削っていく立ち回りはすごい上手いですね。さあ捕まえて、このまま勝負が決まりかねない。届かなかったが、これはバーストをたまらずバーストしていく。 SB アギが逆切れで切り返して、このまま勝負が決まりそうな流れ。しかし本茶さん、ペルソナがもうないのでまだわからない。さあギリギリのところ、あーっと逆切れしたが削れない。決まってしまった、技前。このまま決勝を取ったのはホーチャンさん、ホーチャンさんのユキコですね。おめでとうございます。これで、南アタエース店舗代表はホーチャンさんのユキコとなります。銀切符、授与式といいますか、渡すことになりますよね多分。この後ですね、今だいたい45分で勝負決まりましたけど、時間の方は